はい、皆さんどうも、リュウです。今回もね、キノコ島生活クラフト、通称キノクラやっていくんですが、まあ前回の続きですね。超巨大サトウキビ収穫機作っていこうということで、まあサバイバルで作っていくわけなんですが、はい、まあ裏作業の方してまいりました。でね、多分これ投稿日的にあんまりなんか進んでないとは思うんですよ。3日4日、もしかしたら5日ぐらい経ってから撮ってしまってるんで、実況の動画からは割と時間空いてます。まあ、しっかり裏作業してきましたということで、はい、やっていきましょう。でね、そう、サトウキビ畑の方順調ですよ。こうやってね、ちゃんとサトウキビ育ってくれているんですよね。草ブロックの上でこう、ほら、いい感じでしょ。で、なんで今回はここに収穫できるシステムを今回作っていこうかなと思っております。はい、前回ちょっとサトウキビ収穫機のメインの装置を作ったじゃないですか。まあそっちを先に作ったせいでレールを敷くのがやりにくくなった。今回レールを使うんですが、それがね、非常に設置しにくくなってしまったんですよね、今回。なんでちょっとやりにくい部分とかあるんですが頑張ってやっていこうと思います。はい、で、どこで回収するかっていうのを、もう、一番のあれだから、ここにホッパーを置いていきますと、はい。ホッパーとチェストを作ってなかった。ちょっと肝心なもの作ってなかったので、作り直してまいります。これ見えないようにしちゃえば問題ないから、ちょっと待ってね。ガラス越しに見える部分だけ、ブロックを変えてしまおう。それ以外はもう変える必要なし。だから、ここだけをちょっと石に変えていきたい。よいしょ。ポンポン、オッケー。もう完全にもうね、ハリボテですが、こんな感じに置いていきましょう。さあ、レールを敷くぞ。ポンポンして、ここで曲げたいんだな、俺は。ここで俺は曲げたいんだが、もう本当に考えてないからね、俺、こういうの。マジで考えてないから、ちょっと心配なんだけど、できるかどうか。これじゃやっぱダメなのか。もう完全に独り言実況になってるんですけど、気にしないで。僕も考えて、気にするよな。ごめん。気にしないでっていうのは嘘。気にしてほしいんだけど、ちょっと、完全に独り言実況になっちゃってるところは、ちょっとご了承ください。はい。こんな感じで、じゃあ掘っていけばいいのかな、まずは。こうやって。松明がないと暗いよ。ちょっと怖いよ。怖いな、怖いな。稲川淳二さん出てきちゃったよ。稲川淳二さん出てきてしまったんだけど、こうやって置いていきますと、はい。3、4、5ぐらい置けばいいかな。よいしょ。まあ、あとはちょっとレールの数は様子見でやっていこう。で、1、2、3、4、5、6、こう戻ってきて7置きます。で、こうか。 OKOK。 で、これレッドストーンのブロックにします、動力を与えるために。はい、そういう工夫を凝らしていきたいと思います。そう。レッドストーンの松明がこれ、つけられない回路の構成になってしまっているんですね。というのも、隣に水があるからなんですよ。隣に水を敷いてしまっているため、ちょっとレッドストーンの、松明とか動力を与える装置がね、つけにくい状態になっているんですよね、今。ここで、ポン。1,2 OK、 めっちゃギリギリうまくやりくりできました。はい、ちょっと調整してうまくやりましたと。はい、で、あと必要なのがレッドストーンの松明ですね。そんな感じとなっております。やったぜ。で、これでレバーでオンオフできるシステムを作りたいんだが、できるかこれできるかこれ、え、できるこれって、レバーでオンオフするシステム。ちょっと待ってね。いや、できるか。うまくやればできるか。あっちはレッドストーンの松明でいいけど、ちょっとレバーを作ってまいります。はい。どうするかなんだよね。チェストの位置。どっから開けられるようにするかっていうのが大切なんですが、ちょっと待ってね。あそこのホッパーをさ、まず下向きにして、その下にチェストをつけるっていうのも手だと思うんだよね。横にしちゃうと、やっぱり装置が丸見えになっちゃうから、丸見え事件になってしまうんで、世界丸見えになってしまうから、ちょっと、見てたな、世界丸見え。懐かしい。もう親が帰ってこない平日はずっと世界丸見え見てたよ、録画して。ほんとどうでもいいよね、こういうの。脱線しまくり、俺の実況はちょっと脱線しまくりだからこそさ、ゲーム実況の方でチャンネル登録者が伸びないんじゃないかと思いますけども。どうでしょうか、そこら辺。完全にそうだよね。
俺の実況でさ、実況でチャンネル登録者が伸びないのってさ、こういう雑談が多いからだと思うんだよね俺。だったら直せよって思うかもしれないけど、思うかもしれないけど、やっぱりさ、なんか喋るのが楽しい人間ってやっぱね、めっちゃ脱線しやすいっていうか、そんな感じなんですよね。よいしょ。どこまでが見える範囲になるかわかんねえけど、とりあえずここをまあ綺麗にしてしまって、でここにガラスを置いていきますと。はい。でここでレバーをオンオフできるシステムを作ろうと思うんですが、さあどうする。とりあえずこうしてこうだな。よし。さあ、でちょっと試運転させてみましょうか。はい、置きます。ポン、来た。さあこれでうまく動いてくれるか。これでうまくいけば成功よ。サトウキビが帰ってくれば成功。こうやってちゃんと動いてくれてます。はい、一通り動きました。でこれで、あやべえ、これ戻んねえわこれ戻んねえわ。ちょっと失敗とか言う前にここ設置してなかったね、ちゃんと。難しくない、回路って。あ、できたできた。これでいいのか。これでちょっと戻らしてみましょう。はい、多分これでいけると思う。いや、いい感じ。なんかなかなかシュールだね。いいぞ。で戻ってきて、また行ってくれる。よし。で、あー来てる、サトウキビ来てる。ちょっと感動なんだけど。わ、すげえ、サトウキビが来てますね。じゃあここをちょっとコントロールルーム的な感じにしたいので、まあここだけを囲ってしまおうか。じゃあで止めたいときはこれをオフにすればいいんですね。はい、ガチャンと。あれ動かせないんだけど、あ、スニークだからか。よいしょ。これで止めることができる。あー、うまいうまいうまい、いい感じね。うん、こんな感じですよ。はい、サトウキビ収穫機のメインの装置は完成ということで、あとは外側を、見た目を良くしていきましょう。ここをまずガラスで囲っていきますと、はい、こんな感じになっております。はい、よいしょよいしょ。で全部サトウキビは植えたよね、これ大丈夫だよね。植わってない場所はない。植わってないってなんだ。植えられてない場所とかはないよね、これ大丈夫だよね。で見た目のことに関しても、僕建築センスゼロだから、ゼロに等しいから、あんまり期待しないで、参考にはしないでほしい。参考にしてリュウさんのせいでダサくなりましたとか言われたら、そう、僕もショックだから、うん、そういうのはやめてほしいそういうのはやめてほしいっていうか、完全に俺が参考動画として出してる以上、ちょっとまあしょうがないことだと思うんですけど、まあ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 、あんまりそんな期待しないでほしいかな。でこれやっていく以上、回路はほとんど見せたくないんだよね、これは。ダサいから、回路は。うん。この顔。顔だけを機械として残しとくとして、この回路とかはね、完全に見えないようにしちゃっていいと思うんですよ。だからこうやって石でちゃんと囲んでください。はい。こういうの大切ね。お、なんかガシャンといった。サトウキビを収穫してくれたんですね。はい。あとはこの裏のダサい部分を隠していきます。はい。もう全てを隠蔽しますよ、僕は。うん、こういうのも。こういうのしっかり隠蔽しとかないと、後でバレた時に大変になりますからね。裏組織みたいなこと言ってんだよね、俺が。裏組織ではないからね。ちゃんと健全にマイクラ実況してるからね、僕は。うん。健全か？俺の動画って健全か？うん、健全だよな。よし、大丈夫。よし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 。さあ、まずここ完了したぞ。この顔しか見えなくなったね。この顔しか見えない状態を他のやつも作っていきますと。よし。さあ、あとちょい、あとちょい、あとちょい。さあ、過去をどんどん隠蔽していくよ。ちょっと一応松明置いとくか。怖いから。モンスターが危険性っていうのもあり得るから、なきにしもあらず。よし。うわ、すげえ、めっちゃ綺麗めっちゃ規則正しく並んでんね、石が。石が規則正しくっていうか、めっちゃ綺麗に並んでんね。うわ、やった。こういうのって気持ちいいよね、見ると。よくちっちゃい頃さ、レゴみんな友達と作るんだけど、配色とかさ、ブロックの使い方とか、左右対称になってないとめっちゃ気持ち悪く感じちゃうっていうか、そんな自分がいる。うん。だからこういうのもちゃんと綺麗にピッシリやっていきたいんだよね。はい、できた。はい、できた。よし。よし、じゃあ、あとは囲んでいくだけだね。ここをガラスで囲んでいくと。これさ、どうだろうね。これ一つ上げた方がいいとかあるかな？いや、ねえな。ちょっと出せな、やっぱり。やっぱりもっこりしてると出せな。もっこりって俺が言うとさ、完全に下ネタに感じてしまう視聴者とかいるから、あまりこういう言葉を使っていきたくないんだけど、そう、マイクラはさ、あんまりそういう言葉を使わないよ、俺。
だって子供も見るもん子供も見るもん、これさあ、ラストスパート、よーし、オッケー、よーし、よしよしよし、さあ、できたぞ。はい、ということで、サトウキビ収穫機完成いたしました。うわ、めっちゃでけえ、めっちゃでけえけど、なんかダサい。上が開いてるあの感じ、ちょっとダサいんだけど、とりあえずできました。まあ、いっか。なんかめっちゃでっけえ。見た目をもうちょっと改善してみたいね、これ。どうすればいいんだろうな、この見た目改善するのって。こんな感じに置いてって変じゃなければちょっとやっていきたいんだけど、いい感じにはなってない？これ壁的な感じで。あ、ちょっとありかもしんねえな、これ。多分今材料足りないからね。裏作業でやっときますわ。裏作業でちょっとあそこ綺麗にしておきます。はい。この機械の作業効率の方が一番問題となってくるんですね。はい。この見た目を改善している間に、ちょっとどんぐらい溜まったのかっていうのを見てみたい。はい。いくぜ。3、2、1。バリバリいらねえブロック入ってんだけど、ちょっと待って。いらねえブロックめっちゃ入ってたんだけど。わ、すげえ。でも1時間で1スタック。1時間じゃねえな。もうちょい短いな。結構溜まってるよ、これ。サトウキビ収穫機。いい感じに溜まっている。あとは、この見た目ですね。なんとかしていきたいな。この階段を使って、ちょっと綺麗に整えていきたい。はい。あれ？取れねえ。あ、来た。パシャ。パシャ。オッケー。よし、サムネ。完成。どうだろう？これをサムネに。あっぶねえ。あっぶねえ。今雨降ってきた。いや、ちょっとさ、怖っ。いや、1秒でも遅れてたらこれ普通になんかめっちゃ悪いサムネっていうか、まあ映像になってたんだけど、まあビデオにしてあるから大丈夫か。よーし。さてと、じゃあ今回ね、サトウキビ畑じゃなくてちょっと待って、ミスが多い。サトウキビ収穫機完成させたわけなんですが、参考にできるところは多分あると思います。はいこんなん知ってたよって言ってコメントで書かれてたらもうちょっとショックなんですが、ていうか大体の人が知ってると思うんですがね。まあちょっとでも参考になったよっていう人は高評価、そしてまあよろしければチャンネル登録の方もお願いいたします。はい。いやー、だいぶでっかいのできたね。これでも効率爆上がりだよ。ということで、まあ次回は何するか特に決めてないんで、まあリクエスト等々あったらお願いいたします。はい、ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。